ゴチ旅行。いいよ。カリアハイウェイオアシスに到着しました。ストップで。全然ストップ。あ、ストップ。なんでストップで。全員での誤差が90円だ。すごいな。ガーちゃん。ほんまごめんやで。そうそうそう。これ。こんばんは。こんばんは。ということで、神奈川県のエアビに来ました。はい。うん、こちらですね。綺麗なところで入りましょう。行きましょう。入った。お。どう？ワンルームか。いいよ、入ってみて。お邪魔。ワンルーム。お邪魔します。おお。ライアーゲームの椅子だ。玄関はこの世で一番狭い。全然脱ぐとこは多分この世一狭いかも。すっごい見て、この画面。何？画面？うわ、ちょうどこれと、うん、FPS が、うん、キモいな、じゃあ見てる人。ちょっとキモいよ。めっちゃ点滅してるわ。何？あー、音が。あ、そういうこと？そうし、ごめんなさいね。ちょっと GoPro 良すぎた。行ったことないけどピンサロってこんな感じじゃん。確かに。もう総長あんな、うん、お前その感じ。いやほんまに行ったことないけど。あんなそのピンピンだよ見せろ。分かるんすか。あ見せたいな。あれ刻印押されんねや。ピンサロ行った。ピンサロ。ちょっと部屋紹介するか。こっちから行くで。いいよ。え？あったやん。トイレか。あ。うわ、リク好きそうやで。これでもなんか偽物が嫌やな。偽物だった。あ、それも偽物だね。ベッドに見せかけて布団なんやな。どれ？ここくな。ほんまや。え、ここもか。ほんまや。やらしいな、おい。ラブホやん。ずっとなんか騙されてる気分やな。ラブホやん。お前ラブホ行ったことあんな。その感じ。こいつラブホ行ったことあんな。金玉見せろ。ラブホ金玉見せろ。ラブホ金玉見せろ。お前もあんだろ。シャワーしかない。いや、あ、まあ、いや、それでいいからな。え、どうしても気をつつ。うん。二人や。今これ。もうこれは。じゃあ宅二人でも全然いいタイプやもんな。別に宅名がまずこっちで。だ、ほんで指名しや。一緒に寝る人。なんでやん。なんでやん。あつやでええやん。しょうがない。なんでそんな速度なんかごちゃごちゃ言ってたんだ。なんかあらたすぎ、あいつらあらたすぎ。じゃんけんで決めようか。いやでもなんか ゲームで決めるの見たいっすよ。なあ、そう、まあ、たくみが言うなら携帯にしました。はい、あいつだわ。え、どうやって決めるの。やっぱ1位を決めたらどうなる。一人でね。あっちの部屋ちゃん、あっちの部屋で一人で寝るから。あ、そっか。1、2、3、4、5、6。あ、だから1、2が強い。そう、1、2を決めたらそれでいい。あ、オッケー。でもグッチョキパーでチーム対抗戦で負けたとしたらその人と一緒に寝るってことやな。そう、グッチパーで分かりましょう。オッケー。今から2人の人とからだけに、うん、グッチパーで分かりましょう。うわでかいなぁ。クイズしてまうやん。シャッチューで散々やってたやんけ。これでチーム対抗戦で、うん、何かしようか。インディアンポーカーする。あ、いいやん。ファミリーいいよ。インディアンポーカーってカードを頭に引っ付けて、はい、自分はその数字を見ずに、ね、誰が一番高いのかせーので出した時に、うん、っていう勝負で、変えるチャンスが2回。2回にしようか。2回チャンス。で、2位が最弱、エースが最強や。うん、オッケー。図柄一緒は、スーパーダーク。スペード、ハート、あ、オッケー。ダイヤ、クローバーで。の強さですね。さあ、頼むで、任しとけ。うん、はい。せーの、ドン。こっち見て。なるほど。はい、行きます。はい、はい。どう？ん？こんな感じ。もうこれにしたのかなって感じかな。ああ、なるほどな。俺も全然俺もいいな。ああ、そうなの、はい、うん、自信あり。全然悪いっす。あ、うん、じゃあもう決定いいですか。え、交換でごめんごめんごめん
ユニコーンです。はい、好きだねこれ。ちょっとクリス弱いけどな。あ、そう。どうすんの俺。マジでこのままでいい。あ、ほんま。1日2個じゃあ、いいですか。来たのいい、帰っとこう。イエス、イエス、ナイス、イエス、ナイス。これおい、さあそれで OK。 セットしますか。セット、はい、行く誰かが変えたらそのセットは解除されます。あ、なるほど、はい、3人セットが発動されたら、はい、もう勝負になります。はいはい、セットしますか。セット、セット、じゃあセット変えます。あ、誰が変える。うっさーもう変わらず僕はセットです。セット、おー、セットかな。じゃあ、もセット。あつやが、まだ一回変えます。変えるわ。あつや、ラストの変更いいです。まあ、これでも試合決定かな。はい、じゃあ、もうセット、全セットですね。はい、じゃあ、せーの、どうしてください。せーの、イエーイ。飯やな。ですね、今からは、まあ、ここの近くの居酒屋に行かせていただこうかなと。で、2日目最後のご飯は、それこそ中華街でやってみたい。なるほど。はい、まあ、まあ、前夜祭みたいな感覚を持ってもらえれば。じゃあ居酒屋行きましょう。おい、到着。スケボーのなんかおしゃれな感じのストリート。じゃあルールに説明します。お願いします。あ、お願いします。ですね、僕匠が食べるものとか最初に来るお通し代とか、うん、あとは皆さんが飲む飲み物代、こちらはお支払いの代金に含みません。あ、なるほど。今回で目標金額設定、今回食べ物のみで1人2000円です、はい、いや居酒屋2000円か。お前行きましょうか。行きましょう。手に入りました。さあ、ということで今もう早速ドリンクだけは頼ませていただきまして、安西君もジンジャーハイボール。はい、あ、いいね。かます。じゃあマジ何だっけ。それでは皆さん、はい、ブラのホック外していただいて、はい、いいですか。どっちもかな。せーの、乾杯。おっぱいブルンブルン。で、今回なんですけど、まあそのゴチのルールに基づいて、より基づいていって一品ずつ頼んでもらいます。はい。で、メニューこちらめちゃくちゃあって、あの僕が今まとめたんで、うん、それを携帯に送りました。なるほど。そういう話がね。おー、なるほど。はい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 、なるほどね。はい、いっぱいあります。で、こちら例えばおでんとか、はい、串物とかは、好きなものをつまんで選んでチョイスしていただいて、それで一品としますので。なるほど。はい、とりあえず一品目頼むものを決めてください。あー、いけへん。なんか全然居酒屋行けへん。あー、めっちゃ損やん。居酒屋によってさ、アベレージ違うやん。まあ、あー、店のな。うん、まあでも雰囲気で大体わかるよ。まあ大衆な感じやから。ついてこれてる。ついていきます。オッケー、お前来いよ。で、居酒屋のレベルってポテトで決まるよな。あ、フライドポテト。ーあー、確かに確かに。わかる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 。それでいける。そこで組んでもやで。全然力ならんから。どうしよう。ナスの唐揚げとか初めて見たくない。なー、食べたいな。主任さん、発表お願いします。僕から、はい、おでんから。お、ウインナー大根2つ。これはまあ一品として、まあ、おでんとしていただきます、はい、予想は400円。あー、いっ怖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 っ。自分の顔ジョーカーすぎるって顔。クビやろ。それは、まあ、僕は、馬刺しユッケ。こちらで、予想は800円。もう2000のうち結構いくけど、700から800です。なるほど。僕明太ポテトって言います。はい、はい、300か400の間で見てます。ああ、おお、
僕は、はい、お刺身のカンパチいかさせてもらいます。なるほど、ね、加減は480円やね、上限780円やね、マジでここやね、刺身広そうやな、なんで盛り上げてるやん今、マジごめん、どこのしゃくれそろってマジごめん、まあでも俺が悪いよな、俺悪いよ、俺が悪いよ、俺悪いよ、俺手出そうとして結構俺悪いよな今、お前あんま悪くない顔すんな、いや俺悪いやん気ぃつけろよ、ちょっと悪い、来ました、立派、美味しそう、でかいな大根、確かにいいですね、これ200円あるんじゃん、ぶっといね、余韻だから、いってらっしゃい、うん、うまそうやん、だしが染み込んでるわ、おお、どう思う、550円にしようか、あー、1個、はい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 、コンビニとかってこんなもん、あの失言は失言なのかどうかも分からんけど、でも俺居酒屋のメニューって割と統一してるイメージあるのよ、焼き鳥とかも、ああもう全部一緒、ああいいかな、それは言われへんけど、それもそっちが好きにやってるね、大根を食って決めずして、うん、あ、熱々や、うん、なぁそこ、よっ熱々、あ、出しました、どこ見てんの、どこ見てんの、なるほどな、いや無理無理無理、持ってるよ今大根、これうまいわ、でも大根、あ、めっちゃ美味しい、懐中時計みたいな感じ無理やってお前、いや、やっぱ200円にしよう、お、あ、そう、どっちも200円にします、そうなんだ、ウインナーがちょっとあれなのかもしれない、大根めちゃくちゃ美味しい、昼もさっきやったし、あんまお腹空いてないのかなと思って2000円にしたんですけど、あ、まだまだいけるんやったら、まあ2500か3000にしても、25おもろいけどな、まあ、25にします、25やっぱ高なるほどむずなっていくわけやもんな、あ、まあ、それはそうですね、じゃあ2500円って早ますね、 OK、はい、で今からの流れは2品目ももう一回一品ずつ頼んで、3品目以降はあの調整の最後に、はい、ちょこちょこで、はい、ほんまなんぼなんぼなんやろ、今めぐ、え、あ、もう行っとこうかな、もうないし一口ぐらいしか飲んでねえ、氷溶けてんそんなことないよ、その幅じゃないと思う、枚数多いな、ありがとうございます、さあ、カンパチが来ました、はい、いただきます、いってらっしゃい、うまそうよ、マジ一人いないんだよ、そんな簡単な給料もらえるし、分かった、マジ600円、おお、580円、なるほどね、はい、なるほどなるほど、なんでなん、えちょっと安めの、うん、いや、これは480円やと思ってどう、俺の優しさ、ホタテバターとか全然わからん、え、ドラス頼まないんやとしたら、ああ、そのホタテバターの正解とか言いましょうか、いいですか、いいの知りたいよマジで、この1回だけ、うん、いいですか、税込みで748円です、たっぷりえ、どうやろ、あんま多分量とか2個とか2個とか、ね、2個使ってるとかな、うん、量多いね、やばい、狂った、わかんねえ、600円いってもええかも、さあ来ました、え、タナさんの明太ポテト、マジでかっ、マジ飲めなくなった、全然思ってたんと違う、いやでも美味しそう、美味しそう、うまいわやろうな、クリスさんのも来ました、懐かしいユッケだ、おー、いや、全然予想通りやな、これどう食べてみて、あげるな、さすがにな、まあ、そらそうやろな、500円台で見ようかな、これ80円、うん、あ、うまっ、動かんな、食った上で、ユッケだけ高いとこあるよ、1200とかあるある、それどう、だいぶ怖いけど、いや、ここで1200円、せーれ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 、
ね、失礼なんか分からんけど、だいぶ大衆よ。いや、若者多い良心的な店。さあ、2品目ですけど、決まった方から教えていただければ。決まりました。あ、じゃあ、リクさん。僕、あの刺身のおサーモンいたそうです。おー、いいんだな。いいんだな。食べたい。あー、食べなかった。刺身もいいよ。アツヤさんは。はい、僕は梅たたききゅうり。あ、おー、こんな大衆の。いや、そうやね。だからこれでこのスピードメニューって一番下や。いや、一番下や。ここで判断することにするわ。なるほど。俺はちょっと焼き鳥手出すの太郎と。おお、いいよ。豚バラ、うなぎも、つくね、この三本。はい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 。自分はかきポン酢。はい、これっす。いったね。まあまあ、焼き鳥1本なんぼよ。そたばら350。ああ、まあ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 、いいんじゃない。種類によっては変わらず平均とか。なるほど。まあぐらいよ。はい、700円。子供ってはやっぱりね、生は。さあ、クリスさん、2品目のかきポン酢が来ました。ちょっとやばい。めっちゃ多い。いや、これ高いっす。多いな。どこや。あー、来た。きれい。サーモンだ。おいで、これまた。ちょっと食うわ。ほんま鮮度とか。うまっ。あ、うまいんや。うわ、うまっ。うまいんや。めっちゃ染み渡ってる。どうしよう。高い。高い。話変わってくんな。1000円超えろんかな、これ。次、アセ君の梅たたき。小鉢やろ、相場。でかいでかいわ、ここ全部。みんなで大衆ってそういうことか。このタナ君の焼き鳥も。うわ、でっか。刺しすぎやて。サーモン刺してもらいます。あんまやな。うわー、これむずいな。800円ぐらい。すごい。サーモン800円だったらすごいんじゃない。すごい。すごいな。600円。聞いてくれよ。お前がむずくてかっこいい世界で俺と一緒にすんだよ。ちょっと梅きゅうり。わからん。お手上げやん。これ気になってんね。つくねな。はいはい。これ安いやろ。すげえ。だいたいそのこだわってる人って作ってんね、自分で。この感じがないよね。そうや。ドンってな。ここ結構俺キーポイントやなと思って。確かにな。ちょっといただきます。うん。手作りではないわ。これ焼き鳥計算しやすいな。次の番で最後。そうです、最後なんで、もう好きなだけ頼んでもらって挑戦を。まあ、リクさんから馬刺し、はい、塩唐揚げ、はい、焼き鳥もも、はい、あれはエッチだよ。ソブレー。いやー、僕も行きましょうか。はい、僕も3品でお茶漬けの梅、焼き鳥でネギマ、はい、パツ以上3品です。食べ。あうわ、めっちゃ似てるわ。でも俺と、はい、あ、じゃあ次いいっすか、はい、僕タコの唐揚げ、はい、でお茶漬けの海苔、焼き鳥のネギマ、鶏ハツ、もも、以上5品でスタップです。僕焼きおにぎり、馬刺しユッケ、あれ長芋和風ステーキで、ステーキ、なるほど。はい、ということで3品目、ちょっと来ました。はい、お茶漬け、お茶漬けとタコの唐揚げ。うん、これ安いぞ。お茶漬け何倍やったっけ設定は。300。あ
全然いけんじゃん。妥当ちゃう、俺500円やねん。うわー、だいぶやってるな。何すねってんねん。うまっ。ちなみに、結果発表はお家帰ってやります。あら、そうなの。先に、経費から出しときますんで。あー、なるほど。はい、ネギマ2本これ、ね、はい、ネギマも取り発。はい、ネギでっか。ええー、な、うまそう、それが。うまいわ、うまい、ほんまにうまいわ。これ高いって。200円、200円するんちゃう、これ。うん、はい、ということで長芋ステーキとユッケが来ました。はい、ユッケに関してはちょっとお店があと1品しか出せないということで、チャナさん、リクさん、どっちも頼まれたんですけど、これ共有で、はい、1品頼んだことにしてください。はい、チャナさんの焼きおにぎりが。これでもそんな、はい、あ、いい、いいわ。アホみたいな量だ。これ600円よ。取ってくれる。さあ、ということで、はい、全部来たんで、これを食べ尽くして、あとは結果発表、はい、お家でさせていただくだけとなります。楽しみや。じゃあ行きましょう。はい、帰ってきました。今回ピタリ賞はいませんでした。あ、ちょっとリアクション取ってくれへん。その値段聞かされたときに、はい、えっっていう、この全部の合計ですか。うん、はい、A だけで、リアクション A だけで、うん、高いな。だいぶやってるな。じゃあ合計額発表しちゃいます。お支払い額、うわやば。今回の夜飯代お支払い額は1万、1万がいい、2350円。うわ、結構みんな多めに食ってる。だいぶやばい。やだいぶやばいよこれ。それでは2位の発表。2位か、2位からここでいいわ。2位の金額2904円。オーバー、2900円。だからオーバーは俺してへんと思う。でも400円下なわけもないぞ。だからここや、俺やが1位や。俺第1位はクリス。よっしゃー、嬉しい。俺で2900やかね。マジでやばい。うわ、もう何やしない。クリスで2900やか。それ以上俺どうなの。これ今僕打ち分けできるんですか。いきますか。いっちゃいましょう。かぶってる商品も今回いっちゃいます。よし、まず柿ポン酢。柿ポン酢690円。安っ。これ900円とか言ってたぞ。何が高い。バサシ、バサシか。だから1500円。言ったってください。お茶漬けのりが430円。うわ、結構高い。あ、いいよ。これ500円や。予想かな。焼き鳥ネギマが240円。あ、高い。うわ、高い。俺は鳥ハツ220円。あ、これ高いもん。で、ユッケが1320円。やばい、やばい、やばい。俺や、今日置いてんの俺やで。なんでなんでなんでやん。俺やわ。いい感じの肉やったぞ。やったあいつ。いや、うまかったもん。うまかったよ。1500円っつった。1300円。俺やわ。じゃあ絶対オーバーしてるわ。次は1位の人、金額2813円。300円よ。ちょいたか。え、俺やろこれじゃ。1位の方はあって。うわまずかずいわ、ほんまに。ほら、まにしたらまあいい感じよ。ブリ刺し7円。ああ、でも俺って何さあ、もうバチバチやけど。あ、予想は800円。タコの唐揚げの。おー、600円バチバチやけどな。お茶漬けのりが100円とネギマ200円と、ニコリタップ200円、ブルーモンが100円でしたね。ああ、ちょっとやっぱ高い。ちょっと高い。
最下位の方に肩ポンポンします。はい、おお、誰これ怖いね。え、一番です。あ、俺や。リクさんが3230。うわ、ギリギリやん。え、サーモンとクリアや、値段違うかな。サーモンが720円。まあ、800円以上で、おでんのウインナーと大根がウインナー200、大根とまあ、いいやん。そんなすごい途中でいったもんな。あ、そっか。で、ユッケのももと、あ、ユッケと焼き鳥のももはさっき言ったとおりで、塩唐揚げ5個が660円。え、俺なんかそんなミスってないな。普通に計算ミスってんじゃん。ユッケよ、ユッケ。あ、そうユッケだ、700円ぐらい。あれ倍したんだ。いや、そうそう、他はめっちゃ合ってたな。すげえ。うわー、よーし、ゴチです、ゴチになります。ついに、12,400円。北野さんの明太ポテトは600円、おきおにぎり240円、長芋スキ600円。高っ、芋高いやん。よう多くてやねん。そんなもんよ。そうやねん。写真見たいわー。でも写真見たら一円分なのに。でもみんな知ったから。今までの成績で言えば、お支払いしたのがクリス君と田中。で、ずっと1位なのがアップ。お前や、お前よ、ビタビタやん。明日、で今から寝まして、まずは明日の朝に知ってる店のモーニングを、値段を覚えてるかっていうところも覚えてる。全然知らない。終わった、俺終わった。マジでいいか、最近値段見てる。何もせん、何が朝してんやん、人生諦めてんか。で、このルールは、皆さんが、適当に勝手に頼んだものを後でこれ全部でいくらか。なるほどね。いいな、なるほどな。はいはい、ガチゴチや。その明日の朝、コメダでまたお会いしましょう。はい、それじゃあ、おやすみなさい。はい、ありがとうございます。設定金額5000円です。マジマジマジ。星野コーヒーに到着しました。星野ビーフカレーを頼みます。カツカレー、はい、オムライスドリア、ビーフトークです。はい、今回、星野コーヒーでお支払いしていただくのは、中古が来ました。はい、設定金額5000円です。スペアリブ上海風甘酢炒め、伊勢海老のネギ生姜焼き、牛肉とピーマンの細切り炒め、牛バラ肉の柔らか煮。2,300円、3,280円。ホタテがやっぱすごかった。2,840円、4,600円。すごい。うわー。